生フェスティバルジーノパパ大活躍、ママともラブラブ。ついにおじいちゃんが神殿のありかを発見。よっしゃ、宝のためならたとえ火の中水の中だぜ。鋭い、なんと海底火山のど真ん中よ。火山すか。火山はちょっとな。いや、実はさ、俺医者から火山だけは止められてるんだよね。どっかー。次回ダラーの罠でヒヤヒヤ。火山なのにヒヤヒヤ。臆病者、弱虫。絶対見ろよ。パパパ、ダラーついに本性を現す。怖い怖い。ジーノ勝てるの。とうとう偽りの仮面を脱ぎ捨て、その悪の本性を現したダラ。リオやシックハックを人質に贈り物を渡せと要求してくる。どうすることもできない私たち。果たして贈り物はダラの手に渡ってしまうのか。いよいよ物語はクライマックスへ。次回アクアキッズ。悪の扉開いたっと。で、何よこのタイトル。せっかく初めてクールに決まる感で時に。絶対見てね。と、あんた人の話聞いてんの。全然。扉ついに開く。導きの扉は誰のもの。パー、さあ剣行くぜ。お宝眠る神秘の島、バーユの島へ。あ、ちょっとちょっと、あんたたち、パパもママもそんな危なそうな冒険は反対してるんじゃないの。止められれば止められるほど愛の炎は燃え盛るもの。何の話。冒険は男のロマン、グリは英語でマロン。ああ、冒険じゃなくてお笑いに行きなさい。あんたたちは次回かわいい子には旅させて大作戦見てね。あとは贈り物を手に入れるだけだ。午前10時15分、ダラ社長の船にただいま向かっています。リオ、間違いないのね。大丈夫、ジーノたちも証人よ。ひどい目に遭わされてるの。あの人絶対陰でなんか怪しいことしてるんです。サメをいっぱい飼ってるし、警備ロボットもうようよいるんだよ。証拠さえつかめればこれ特大スクープよ。リオ、うまくできそう。ええ、ダラの注意を引いといてもらえれば。任せて、2、3時間を喋らせておくわ。その間に秘密の部屋に侵入します。ちょっとやめろって。いや、ダラー様、キャスターの女の子がまた来ました。ん、忙しいと言って帰らせろ。ただ今日はララミーやんかも一緒なんですが。ララミーも、うん、ちょっと面倒だな。
最高にいい天気だよな。ジノ、ケンは？ケンのやつまた閉じこもってなんかしてるよ。もうずっと。またか。たまには外の空気吸わにゃ。世界一の潜水艦。これはようこそ。こんにちは。こちらララミアンカーさん、お祭りの時司会してたから覚えてますよね。こんにちは、ララミです。ああ、その説はどうも。それで、今日はまたなんで？できればリゾート計画のことをお聞きしたいと思ったんです。いかがでしょうか？ああ、今日はちょっと都合がね。日を改めてってわけにはいかないでしょうか？あら、ごめんなさい。私ったらこんな無神経なお願いしちゃってご迷惑でしたわね。世間に公表できないことっていろいろありますものね。ああ、そういうことではなくて。そうですね、とりあえずこうしてはいかがでしょう。私が用事を片付けている間、皆さんは船を見学する。見学していいの？それってグー。そうさせてもらいます。ララミーさん、この素敵なお船、中がどうなってるか見てみたいですよね。ね、お言葉に甘えて、そうさせてもらいます。ここがダラ社長ご自慢の水族館です。世界各地の珍しい肉食魚が集められています。どの種もこの上なくどう猛ですが、特にあの赤いデバサバは金属も食いちぎる強い顎を持っていると言われています。はあ、変わった趣味。やめなさい、まったくもう。あ、そうだ。あ、めちゃくちゃ寒いんですけど。本当、初めてだわ、こんな冷たいの。まことに妙じゃ。なんでこんなに水温が低いんじゃ。ビル博士。なんじゃ。あそこ見て。ん？遺跡だ。今度の部屋ではかつて人気があったゴルフというスポーツを実際に体験できます。ゴルフは昔広く行われていた。うわー、本物そっくりだ。フィニーはね、こうやって使うのよ。さあ急ぎましょう、今のうち。そのままに再現しております。冷蔵庫みたい。あ、階段だ。凍ってて通れないわ。二人でも下がって割ってみよう。おっからしった。ここが秘密の部屋なのね。そう、すごい怪しいでしょ。開け方は知ってるのね。もう少しで。もう少しってどういうこと？わからないってこと？あと 2,3 分で分かる予定なの。シック博、何番だっけ？99527かな。違う、99543だよ。よいしょ。せーの。よいしょ、もうちゃんと引っ張らんか。えなんと、こりゃすごい。
この寒さはどっから来てるのかしら。うん、こりゃなんだ。おじいちゃん触っちゃダメ。それが冷却器らしいの。とんでもない低い温度だから、触ったらもう一瞬でパリパリに凍っちゃう。おお、そうするとこの海域の温度が低いのは。待てよ、この装置がまさか。どうしたの。アークの記録には火山活動を抑えたとある。もしもここがその神殿なら、記録は全て事実だったということになる。つまりこれで火山を凍らしたってわけ。おいおい、火山が凍るわけねえだろうがよ。いや、凍るかもしれんぞ、強力な冷却装置があれば。でも火山がアークを滅ぼしたんでしょ。ああ、どこかで計画が狂ったんだ。さあ、もっと奥まで行こう。こちらがゴルフ室でございます。最新のバーチャルテクノロジーを駆使しておりますので、臨場感あふれる広大なゴルフ場の気分をいつでも味わうことができます。もちろん天気もお好み次第、景色もワンタッチで変えることができます。ほい、ポチッ。さあ皆さん、バレッカー、なんですと。うお、よく滑るぜ。アークの人がこんなすごい装置、一体大昔にどうやって作ったのか想像もつかないわね。宇宙人だったかも。宇宙人？そんなバカな。記録が作り話じゃないことは確かだから、神々も実在したのかもしれんぞ。この科学技術を教えた未知の存在がいたとしても決して不思議じゃない。この奥に謎の答えが見つかるかもね。12時17分、秘密の部屋の前から…ジオお姉ちゃま、静かにしてよ、あと1個。最高。リオ、諦めましょう。諦める？そんな冗談じゃない。見つかったの。だからあと1個だって…年寄りには応えるわ。うわぁ、やったぜ。どうして？何にもない。やっとお月か。エバロス、お出迎えだ。お出迎えだ。なんかあったはずよね。ここに違いないんじゃが。でも見てよ、ものの見事に何にもないっすよ博士。ん？なんか最近壊れたようにも見えるんだけど。誕生日でもないのに贈り物がもらえるとはね。ダラ！ダラ！ついに正体現したな。今さら取り繕うような、お互い知らない仲でもないじゃないか。何なんだ、あんたの目的は一体。その贈り物をよこすんだ。おとなしくよこせば君たちにもう用はない。ふん、寝言言ってんじゃねえや。おや、そうかい。
では、致し方あるまい。エバロス、ケースを奪え。パパ、サイクロン！あ、あっちゃ、水中じゃねえんだ。アミ、分かれて逃げるんだ。おじいちゃん、こっちよ。分かった。
ジーノ、大丈夫か？なんとか。まだ勝負がついたわけじゃない。潔く負けを認めろよ、ダラーのおっさん。今だけならな。30分後に君たちは贈り物を私の元に持ってくる。ふん、頭おかしくなったんじゃねえか。これを見てもらおうか。出してよ。ここからすぐ出してください。おお、みんな。仲間は大切にしたいもんだ。贈り物を持ってきてもらおう。さもないと4人ともサメの餌食だぞ。待てんか。博士、おじいちゃん大丈夫？わしは大丈夫じゃが、リオたちどうしよう。ダラーの言う通りにするしか今のところ手がないな。どうしてもダラーに従わないといけないの？他に手がないだろう。人命がかかっておる。そうね、あの冷血動物のダラーのことよ。みんなのことひどい目に遭わすかもしれない。にダラーめ。それで船内の見学はどうでした？私たちを話してください。自分から飛び込んできたんでしょう。そちらのお嬢さんは秘密の部屋にご就寝のようで。スクープになるかと思って。よろしい、願いを叶えてあげましょう。おじいちゃんが神殿のありかを発見。よっしゃー、宝のためならたとえ火の中水の中だぜ。鋭い、なんと海底火山のど真ん中よ。火山っすか？火山割っちゃったな。いや、実はさ、俺医者から火山だけは止められてるんだよね。どっかー。次回、ダラーの罠でヒヤヒヤ。火山なのにヒヤヒヤ。臆病者、弱虫。絶対見ろよ。偽りの仮面を脱ぎ捨て、その悪の本性を表したダラ。
リオやシックハックを人質に贈り物を渡せと要求してくる。どうすることもできない私たち、果たして贈り物はダラの手に渡ってしまうのか。いよいよ物語はクライマックスへ。次回アクアキッズ、アークの扉開いたっと。って何よこのタイトル、せっかく初めてクールに決まるかって時に。絶対見てね。そう、あんた人の話聞いてんの。全然。ポンポポアークの扉ついに開く。導きの扉は誰のもの。ポン、さあ剣行くぜ。お宝眠る神秘の島、バーユの島へ。あちょっとちょっと、あんたたち、パパもママもそんな危なそうな冒険は反対してるんじゃないの。止められれば止められるほど愛の炎は燃え盛るもの。何の話。冒険は男のロマン、国は英語でマロン。おお、冒険じゃなくてお笑いに行きなさい、あんたたちは。次回かわいい子には旅させて大作戦、見てね。